どう俺、いい感じになったテンション上がる。ねえ、もっと。楽しいね、小エちゃん。今日は何でもできそうな気分。俺の本気見せてやろうか。え小エビちゃんと一緒にいると面白いことばっかで飽きないな。 これからもいっぱい楽しいことしようねえー、今魔法を見せる気分じゃねえんだけどあとにしてくんね限界って何俺がどのくらいやれんのか俺も知りたいな <laughs> 超いい気分なんか楽しいことしたくなってきたかも 俺も今日は小指ちゃんと同じ授業にしよーった。誰にすんの俺がどの授業を受けたいか当ててみて。ジェイドなら絶対当てるよ。ふぅー。テンション上がらないから昼寝できるやつがいい。始めよっか。真面目に勉強して俺偉い 俺に締められたいのなんで勝てると思ったわけ毎日楽しくなきゃ陸に上がってきた意味ないじゃん。 つまんねえことはしたくない。好きにやらせてよ。今日は何したい付き合ってあげてもいいよ。飽きるまでね。グループワークってやだ。他人に合わせなきゃいけないのってだるいじゃん。 ジェイドが横にいないと変な感じ。なんで別のクラスなんだろう。ずっと同じ授業ならいいのに。またトレインに怒られた。なえる。あいつなんか俺のこと目の敵にすんだよね。俺がここにいるってわかっててきたんだよね。暇つぶしに付き合って。 アズールがシャツにアイロン掛けしろってうるさいんだ。着れればいいじゃん。海の中ではどんな授業を受けてたのかって気になるなら連れてってあげようか。<laughs> テストで100点取っても授業をサボると怒られんの意味わかんねえ。100点ならいいじゃん。 金魚ちゃんはね赤くて小さくて食べるとこなさそうだから金魚。怒ると真っ赤になるし。<laughs> あんまりしつこいとぎゅってしちゃうかもよ。 俺のプレイ、見たいいいよ、楽しみにしてて。今日は結構やる気あるよ。試してみる 体力勝負負なら負ける気しねえけど <laughs> 人間って歩く時に2本も足を同時に動かしてて忙しいよね運動しすぎると背が伸びないんだってさ俺も成長期だし気をつけようっとヘ <laughs> てまた飛行術の授業でほうきから落ちた。 はっはは、<laughs> 俺、ダセー。今日は部活の気分じゃねえんだよな。小指ちゃん、俺の代わりに行ってきて。俺、超体が柔らかいんだよね。ん見たいの見せてあげようか。なんか、今すぐ小魚とかカニとか追いかけ回して蹴散らしたい気分。 空は邪魔な奴が少ないとこ好き。海の中って割とうざい奴らが多くてさ。バスケ部に入った理由うん。あの日はそういう気分だっただけ。今日なら軽音部入ってたかも。鬼ごっこしたいのいいよ。俺が鬼ね。ほらほら早く逃げて。